みなさんこんにちは、えー、レクセーニー講師弁理士のノートミです、えー、今日はですね担当と論文を一気合格する方法を教えますスケジュールからノウハウまでというタイトルで、えー、少しですねお話をさせていただきたいと思います、えー、皆さんはですね、まあ、あの受験と言ってもいろんなこうスタートの切り方があると思うんですよねまあ担当の勉強もしなければいけない あるいはまあ担当免除なので、えー、論文からねそういうあのまあもちろんその口述だけっていう形もあると思うんですけども、まあ、多くの方は、まあ、担当からか論文からかのどちらかにあの、まあ、属するわけですよね。で今日のののお話というのはあのその中でも まあ、どっちが多いかというと圧倒的に、まあ、担当からの方が多いわけでその担当から勉強するだけども論文も一気合格したいそのために、まあ、どういう勉強をしていくのかっていうようなところにですね、えー、お話をねしていきたいと思っています。でやっぱり大事なのは、まあ、そのどういうふうに進めていくのかっていうことの、まあ、いわゆるスケジューリングですね。 どの時特にその担当と論文を並行するっていうことはですよあのいつまで担当の勉強を引っ張るのかっていうことにもよるじゃないですか。でいつ,、ま、あのいつまでその担当の勉強を引っ張るのかっていうこととで次にそのうまくやっぱりそこを並行しないと。 担当で勉強しているところと論文をあの勉強するところで全然その違うことをやるということであれば当然効率が悪いだけではなくてしっかりした理解につながってこないということもありますですから実際ですねやっぱりその担当と論文を勉強するにあたってはそのスケジュールの組み方と で実際その組んだ中で何を勉強していくのかっていうことですねその2つをあのキーとしてですねお話しする必要があるかなと思っていますので、まあ、今日はそういう話をですねちょっと短い時間ですけどもやっていきたいと思っています。でまず1つ目にそのスケジュールっていう話なんですけども、えっと、スケジュールはですね、まあ、ちょっと今ね皆さんにとっては本当にあの変則的で難しいこう時間をねあの 過ごされていいるる年になるかと思います、えっと、中上級のまあ講座自体もねちょっとその試験があの2020年の試験がやっぱり延期されたということがあって、えっと、非常にですねこう通常の開講とかそのまあ例えば生クラスを通信にしたりとか。 えー、その生クラス部分を通信にするにしてもその、ね、生でやった方がいい科目と、まあ、通信でもいいかなという科目とがある関係上ですねちょっと科目の並びも変則的にしたりとかしてですね、えー、結構その、毎年の,その、ね、中小区の講座とは全然違うような、ね、そういうちょっと進め方形式的にはですよ、えー、なるんですよね。 ですからそういう意味ではそのスケジュールの組み方っていうところもあの今後のその試験のスケジュールにも寄ってくるしで今、その試験が終わってこれを聞かれてです、ね、あのいるのかそれともまあ8月13日に配信予定と今のところなってますからまだ試験前なんですよね。でそこから、まあ、あの聞くにあたって、えー ね、あのどれくらいのこうじゃあ次の試験が、ね、あのいつの予定でっていうのもあるじゃないですかだから本誌がその担当本誌がもしかしたらあの5月の通常の時期になるかもしれないしもしくは7月とかになるかもしれないわけですよね以降になるかもしれない。 でそうすると論文だって通常だと、まあ、7月の初めにあるわけですけどもでこれもですね結局担当が例えば7月とかであればですよ9月とかになるわけですよね今度9月以降とかっていうことにもなりかねないと。であ9月じゃないか8月7月の初旬のえっと でででですすすかそうですねねヶ月おくらなんで、えっと、8 9ですよ、ね、だからちょっとそのどの時期になるのかっていうことによってその具体的な月を出しちゃうとずれてくるっていうこともあるのでこれからその勉強していくにあたって試験からその逆算してね ど,どれくらいいいの時期にってうう話をしようかなと思いますだから通常であれば5月の試験をめどにしているの,あの前提にしているのでそうするとまあ一つは年末そして3月でまあ5月みたいな感じで見ていくんですね。てか通常のスケジュールで5月に担当がなるっていうことであれば3つポイントがあって1つはまあ年末でえっと 年末3月末月そしてまあ5月これがまあいわゆる試験ですよね試験日ですよね通常であればね。でもあのこれが何月になるかわからないもし来年もちょっとこう変則になるってことになるとちょっとそこからわからないのでなので試験の日から考えてあの2か月前っていうところ。 1> が1つの区切りで試験の日から考えて、まあ、約半年くらい前まあ5か月前ですかね432112だから5か月前ですよねだから2か月前で5か月前っていう感じでちょっと話を聞いてもらったらいいかなと思います。 でこの5か月前までにやっていきたいのがやっぱり担当,担当も論文もフラットにやっていくべきですね。で ベーシックの方はちょっとこの辺の比率があの違ってくるんで今からお話しするのはあくまでも学習経験者というふうに考えてもらいたいんですけども学習経験者の方は基本的にやっぱり少なくとも 50%50% 50ぐらいですでこっちは以上で構わないと思いますだからここが60になるんだったら40まあでも73っていうのはちょっときついかもしれないですけどもまあ 50%切らないぐらい半分くらいはもう論文の勉強を5か月ぐらい前まではすると。で次のところにこの担当の勉強と論文の勉強もちろんだから担当の勉強はずっとするんでこれはもうこの5月のここまでもちろん引っ張る感じになりますよね。本試験のとこまで引っ張る感じになるんだけども論文をねここでやめてしまうパターンと そして、えー、三末までやるパターンとで、まあ、もっと言うともうちょっと1か月前これが2か月なんで1か月前まで最長でやるパターンとっていうふうにちょっと考えてもらいたいんですね。でこれはかなり少数派ですが。 一般にはやっぱり中上級者であれば私はこの3末まで論文っていうこれが中上級者の本来の姿だと思う中上級の人はほぼほぼこのスタイルだと思ってる2か月前ぐらいまでは担当本誌の2か月くらいまでは論文の勉強をやるとでベーシックの方はねあのやっぱりここでだいぶ 削られるんですよここ中上級の人と同じように 3,、まあ、3末というか2か月前までやるっていう人は少し少なめになるべきですね。うん、でそれもしかもこのちちょくちょく2回ぐらいは見直しの機会を持つと見直すっていうのはスケジュールの果たして論文の勉強を進めてもいいのかっていうことの見直しの機会を取ると。 中上級の人でも見直しの機会を取った方がいいんだけどでも基本もう2か月前くらいまでは論文の勉強をするっていうねそういう感じでいいと思いますでもちろんそれが5050 50でいくんじゃなくてやっぱりここはあの多くても40%ぐらいの論文でで、まあ、60%以上ですよね担当の勉強の占める割合がそれぐらいにはしなきゃいけないちょっと逆転させていかなきゃいけないけどでも中上級の方はやっぱりね 論文の勉強もやっていかないと一期合格っていうのはやっぱりねちょっとあのゼロだと厳しくなってくるのでそういうスケジュールの立て方がいいんじゃないかなと思ってます。でちょっと参考までにですけどもこれあの私が2.0向けだから、まあ、去年のものなんですが中上級者向けに、まあ、この辺があのもう開講してだいぶ経つかな。 5月の第3日曜日に本誌があって1ヶ月後ぐらいの開校ですから、まあ、開校してまた1ヶ月後ぐらいの話だと思うんですけど、えーまあね、見てもらったら分かるように、まあ、また、保育は特実を講義でやっているので特実の,そのまあ進め方ですよね、まあ、その毎日の宿題みたいな感じのスケジュール表なんですけどこれ、示しています。 で、論文は、まあ、こ,のこの中であの使っていくものと同じような範囲でのいわゆるそのなんて言うんですかねものをやっていくべきなのででこことこことがあの科目とかその扱っていく条文についてタイアップしてます。で、 担当の勉強が先行しててるわけじゃなくてむしろこれ見てもらったら分かるように、えー、と論文のの勉強の方が範囲としてはこれ一つのポイントであのまず論文でこう中上級なんでね中上級者なんで別にゼロじゃないでしょ持ってる知識むしろポコポコ穴があるからその穴を見つけて埋めていくっていうのが中上級者の担当の勉強なわけじゃないですか。 ですからそのどこに穴があるのかってことをやっぱり確実に見つけるっていうことも大事なのでなので先に論文の勉強をこうあのしてるわけですよ。で論文の勉強をしたら例えば分割の問題が出たのに分割の要件がよくわからないから間違っちゃったとか不十分にしか書けなかったとかっていうことが出てくると。 でそしたらこの担当の勉強の復習の中でやっぱり効率的にまあ意味のある復習ができるわけですよね。なので中上級者はインプット担当をやってからその範囲の論文っていう感じではなくてむしろ論文の方を成功させてでその,あの中で担当の勉強も充実させていくっていう感じの方が適切だと考えています。でそういうよういスケジュールを組んででる感じですね。 でこの時期はあのまだね論文の講座が開講してなかったんですよ中上級の。なのでここに「手持ちの」っていうふうに書いてるように中上級者なんで1年目の講座のなんか持ってますから、まあ、手持ちのっていう感じで書いてありますけどであとまだ開講してないんで、えっと、1日おきしか論文の勉強を入れてありません。ただこれが、まあ、どん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 ねこう進んでくると例えばそうですねあのもう ある程度論文が開講して載ってくるともう当然毎日毎日っていう形になるしあとそれも手持ちじゃなくて、まあ、具体的にこう使っていくねテキストだったりとかあと配布物の中の事例問題とかそういうものを指示していくっていう感じになってきます。でこういう感じでですねあのやっぱりこうきちんと計画的に進めるっていうことがやっぱり一期合格においてはすごく大事なことなので。 そのまず一つは長期的なスパンで5ヶ月前にあたるところまでに何を、まあ、どっちをどれぐらいするのかで具体的に今度は中期的短期的なスケジュールとしては、まあ、私の講座で配布しているようなそういうスケジュールを立てて、えーまあ、進めていくってことですよね。で 論文はねある程度こう長期的なスパンしか持ってなくてもスケジュールを組んであのざっくりとしたものしか組んでなくてもさほど影響はないんですけどもやっぱりね担当と一緒にやらなきゃいけないということとであと担当をやっぱり成功させるためにはですねあのそんなざっくりとしたスケジュールじゃ甘いんですね。 ですからちょっとこう細かめのねやっぱり1週間の中で少なくとも私は毎日のスケジュール配布してますけど人によってやっぱりこの日はできないとかあるんで目安としては1週間の中でこれだけやってねっていう感じで捉えてもらったらいいんですけども、まあ、その1週間の中でやらなきゃいけないことぐらいはちゃんと進めておかないとあのうまく乗ってこないかなというふうに思っています。で、えっと ちょっとその今度中身の話ですよね一緒に勉強するにあたって担当と論文を一緒に勉強するにあたって、まあ、ポイントとなることをちょっとまとめてみたのでそれをあのお伝えしようかと思います。例えば、えー、具体的なあの話をする前につあの3つですねポイントを挙げますが1つはまあ解放力をつけるで2つ目に理解することを放棄しない。 で3つ目にやっぱりあの論文と担当で何が違っって趣旨とやっぱ判例なんですよねで判例はただそうは言っても担当でも出ますからで一気に合格するためにはどういう判例の勉強をするのかってことも大事なので、まあ、判例は争点と射程で捉えるというこの3つにあのポイントを絞りました。でまず1つ目の解放力をつけるっていうのは具体的にはどういうことかというと例えばねこの担当本試験の問題なんですけど。 えー、まあ何年度とか書いてないけどこれ実際の過去問なんですね。でこの問題っていうのは皆さんもよく知っている国内優先権の問題です。国有の問題が出なないいいうは基本わけですよで見てわかるように最近のこのまあ中間処理系の問題っていうのは高がとかでまあ1年以内にっていうのはまあそうでもないかな。 まあその要はねそのちょっと事例っぽく出てるってことですよ特許すがん A を基礎としてとか B をした後にって感じで条文の言葉通りに出てくるんじゃなくてちょっとこう事例っぽくやってるってことですね。でこれまあ実際はあの累積的主張をした場合にその効果が認められないよっていう話のところをあのやってるんですけど。 これってね、いわゆるその条文を覚えてる系じゃなくて事例っぽく出てるからっていうのもありますがやっぱり解いていくと正確に解いていくっていうことをあのきちんとやっておかないと担当でやっぱり丸がつかなないわけなんですねで。その理解をして解いていくっていう力はこのまま要はイコール論文につながる力なんですよ。論文は、あの趣旨とかか例、まあ、例も事例っぽく出ますから、まあ、いわゆるその、 事例っぽく出ないものっていったら趣旨の問題になってくるんですけどもそれ以外のものっていうのは基本事例化して出るわけですよねで、そうすると問題文を読み分析し解いていくっていう要素がやっぱり必要になってくるわけですよねで、その中でやっぱりこういった問題が解けない担当知識が備わってなくて担当の解放力がなければ当然論文でも間違ってしまう で担当だと最悪そこの問題の一点を失うだけで済むんだけど論文だとともううう即アウトっていいことにななりかねないわけでしょうで例えばこれはちょっと何年度の問題かっていうのにちょっと書いてないので案内ですけどもあの例えば19年度のねこの論文本誌の問題値が同じく国有の問題なんですよ。うん で国有の問題で19年の問題ってすごくねいい問題で私よくあの講義とかでも扱うんですけども、えー、この、ね、19年の問題で出てくる論点っていうのは、まあ、まさしくその41条のの国内優先権をあの主張した場合の論点なんですねだからその担当知識がないと当然これも あの出てこないわけで,でこれはまあたまたま括弧書きで累積的思想の効果だけど41条2項自体の問題って担当ではもう山ほどあるじゃないですか。でまさしくこの問題19年の本誌ってのは41条2項を扱った問題なんですね。でもっと言うとこれあのパリとの,あの関係のもそうなんですよ。パパリリもあの出ているで、えー、パリとの あの累積的主張ですねここで書いてるように41条2項自体も絡むんだけども41条2項の括弧書きの累積的主張もあの合わせて絡む問題ででその累積的主張の効果っていうものが例えばこの担当知識でこっちで間違うようだと当然この論文も同じく間違っちゃう。で間違っちゃうどころか結局ずらっと間違っちゃうんですね論文だと。 あのこの発明についた優先権の効果が得られないでそうすると例えばその後の形式的に後に見える出願が拒絶ならなくなったりとかするわけですねで優先権の効果が得られれば拒絶になったりするわけですよねですからその優先権の効果が得られる得られないっていうこの累積的調の,あの理解ができてなければ 拒絶になるならないっていう最後の結論のところまで引っ張ってくる影響があるのであの担当の知識がないと対等の解放力がないとこの論文では一問失うじゃ済まなくななるんですよなのであの担当の勉強はしっかりしとかなきゃいけないしでしっかりしておくことで論文につながってくるということも言えるんですね。で2つ目のポイントは理解することを放棄しないっていうことなんですけど。 これまあ例えば担当本司の問題で商標法の二条の問題を持ってきているんですが、えっと二条関係というのはまさしく条文通りよりもまあこういうふうな感じで具体的な例みたいな感じで出てくることが多いんですね。で条文の理解ができてなければ当然解けない系の問題なんですよ。うん、でちょっとその A とか B とか具体的な事例化がこう薄いような問題なんでまあ。 そんなに具体的なイメージができてない人でも、まあ、場合によっては解けるかもしれないです。で特に担当の問題だとここに書いてるように表紙のみを表示した看板でもその店舗の状況等からして特定の商品駅も広告していることが明らかであると判断される場合には商標の使用となることがあるでこれ「丸なんですね。で担当の問題っって、て私よく講義でも言ってますけど丸って ってなる問題ってあんまりあの重要度は低いんですねでなんでかっていうと「丸にする」っていうのは全部が合ってるから「丸にできるんですけど×の問題に比べて根拠があまり言えなくても丸に丸は、まあ、丸ので正解できるケースが結構あるんですよね。でもにする問題だと あのどこが間違ってるからってはっきり自分で答えが出せないと、まあ、罰に、まあ、しない人もいるかもしれないけどねそこまで。でもそれしないといけないしそういう問題の方がやっぱりそのの手応え感っっていいうものをやっぱり出せるわけじゃないですかだから「丸の問題よりも「ツの問題の方が重要度は高いんですけど。 この問題もね、丸だから、まあ、丸にできる人多いと思うんだけどじゃあちょっとこの問題をアレンジしてじゃあ×の問題に作り替えた時にじゃあちゃんと根拠が言えるかどうかっていうところまで理解してるかどうかっていうのは結構ちゃんと理解してないと言えないと思うんですね。なのでこの刃の枝だとねこのここがキーなんですけど商品や駅元の関係が明らかであると判断されるから 表表ののみを表示した看板でででも2条3項8号ととななるることがあるで丸なんですよねつまりね8号でここで何を聞きたいかというと8号で要求してるのはいくら看板に表示していても商品や駅務との関係が全くわからないんだったら8号の使用にならないしさあ広告だってそうなんですよね広告物に、ね、商標だけ付されてる例えばレックが、ね、あの駅前でねクリアファイルにレックって表示したクリアファイルをまあ配布してると。 でレックは宣伝のために配布してるつもりなんだけどレックとしか書いてなくてあとなんかひよこかなんかの絵しか書いてないとでももらった人は何屋さんかわかんないでしょそれってちゃんと資格の学校とかっていうふうにも書いていて初めてあ資格の予備校なんだなレックはってことでそこで初めて広告になるわけですよでも何も書いてなくてレックだけだったらそれ広告になってないじゃないですか だから三項8号でいう広告とかあと取引書類なんかもそうなんだけど商品や駅務との関係が表されてないとダメなんだよっていうことなんですよね。でその理解を、まあ、ちゃんとしてれば、まあ、もちろんこれも丸になるんだけどで論文とかででもそうなんですよ例えばこれこの問題だとね。あの 歯の文字のみをかたどったシールを、事故の店舗の入り口のガラスに貼り付けただけであると。いうふうに書いてあるんですよね。こういう使い方をしていると。で、この人登録を取っているんだけど、こういう使い方しかしてないっていう描写なんですよ。で、ここで。まず、考えてもらいたいのは。 この問題ってまあちょっと後ろの問題を表してないんだけど、まあ第三第三者となるね。これだとまあ公産なのかな。が何ができるかって問題で使ってるように見えるんだけど、指定商品について使ってるとは言えないんだよと。だって店舗の入り口のガラスに貼り付けただけなんですよ。ここで言っているように商品行務との関係が明らかであるときには使用となるんだけど、ね。 だから何屋さんかわからない使い方だったらそれはしようとならないつまり不使用なんだよとだからここですよね本件指定商品に使用してるとは言えない使用じゃないだから不使用取り決心でできるるっってていいう話に持っていけるんですねでこの理解があるからここに反応できて不使用っていうふうに今度結びつけることができるんだろうけどこの理解がちゃんとなければここがちゃんと理解できてなければ こういうふうにできないわけですよこういうふうに結びつけられないわけでしょう。ですから大事なのはやっぱりちゃんと理解するってことなんですよ二乗参考覚悟ってなんとなく暗記に走りがちな人多いんだけど具体的にどんなことを言ってるのかっていうちゃんと真の理解があって初めて論文にも活かせるわけなんですねで、その真の理解があればこれが丸だろうがバツだろうがね問題をアレンジされてもちゃんと答えられると思うんですね だから理解することを放棄しないことも一期合格にはすごく大事なことです。で3つ目に判例は争点と射程でとなと、えー、捉えるってことなんですけども例えば担当でもよく出てくるウォーキングビームロ事件ですねあの時七79条の、えー、いわゆる選手王のものなんですけども、えー、実施形式の変更について、まあ、何回か論文でも出ています。でこのの中ででウォーーキングビームロ言われているのは、 えー、具体的に実施していた実施形式だけでなくて具現された発明と同一性を失わない範囲内によって変更した実施形式にも及ぶんだと。発明と同一性を失わない範囲要は発明っていうのは技術的思想ですから技術的思想としては同じだという範囲であれば具体的な表現を少し変えても構わないよっていうことですよね。 でそこの理解が、まあ、ここが射程なんだっていうことができていて初めてじゃ例えば平成20年の論文本誌なんですけどこれえっと A1 と A2 の関係が書いてあるんですけど A2 は A1 の全体を小型化したものなんですね。で 1> A 1はもともと選手要件の要件を満たすものなんだけど A は時期的な部分で出願の際原にはできてないからその後に A を変えたとってことでいうことなんですよで。もちろんね小さくすることが全部その発明の範囲だっていうわけではないんだけども少なくとも このコップなんで、でしかもその形状に技術性があるということですから、その形が維持されててでも少し小さくしているっていうだけであればね、あ発明技術的思想としては同じという範囲に入っていいんじゃないかって判断ができるわけですよ。でもこれを例えばねあのウォーキングビームロで言ってる実施形式のところのその何を争ってるのかっていうことがわからずねでどういう要件が 満たされたときに、その変更が可能だってことがきちんと捉えられていなければ。具体的にされた時の判断ができなくなるんですよね。うん、ですから、判例っていうのは、やっぱり何を争っていて、そして。射程っていうのは、その中で示されている、いわゆる要件ですから、どういう要件が。もちろん、その理解も含めてね。 必要なのかっていうところまでがあのポイントになるというふうに考えていただければあの間違いないんじゃないかなと思います。でまあ難しいねあの自分でそれをじゃ三つのポイントを分かったとでね三つあの気をつければ論文も担当もできるしで今日私が冒頭でこれ紹介したようなねこういうスケジュールを自分で立てていけると。 ただそれが正解かどうかっていうことのジャッジがやっぱり難しいんですよね。うん、なのでそこはどちらかというとやっぱり私に役役割割分分担担ががあるると思っってていてでそれを実行すすのの皆さんの役割分担なんなですねでやっぱりあの予備校の,その講座を受けていても合格する人と合格しない人が出てくるっていうことは現実的にあるわけで。 でそれは何でその結果が違ってくるのかっていうとやっぱり私はその役割分担がききちんんとととででてないことだと思うんですね一つはやっぱりその私がやるべきことなのに自己流でやってしまうっていうことが一つあると思うしあと役割分担はできてるんだけど自分の役割をちゃんと全うできてないってこともあると思うんですね。 でやっぱりその前提として私が意図していることを理解してもらわないとその意図した通りのこあの結果というものも出てこないと思うからそこもあると思うんですね。だからその3つ目に言ったその私が理解私が意図していることを理解してもらうっていうためのまあこのガイダンスっていうことでもあるんですね。で講義の中でもそれはまあチこう皆さんにお伝えしているのはそのためなんですね。意図がちゃんと伝わらないと。 目的がわからないのに、ね、なんかこう進めるっていうこととちゃんと目的が分かった上で進めるのとだと当然やっぱり違うのでなので、まあ、こういうちょっとガイダンスの機会でですねあの一気に合格するの必訣っていうふうに言ってますけど基本的に言えばだと思ってるんですよだって私たち受験生の頃って免除制度なかったんで当然やっぱりこう一気合格なわけですよね今で言う。で だからこそまわ、あ、かる部分もあるんですねやっぱりノウハウとして持っている部分どうやったら一気合格できるかというノウハウを持っている部分もあるのでなのでしっかりそれをね享受してもらえればなというふうに思っていますはいではあのまたねあの別のガイダンスの機会にでも、えー、そうですねあの具体的なテキストの見本だったりとか 講座のカリキュラムのお話だったりとか、そういうことはできるかなと思いますが、まあ、今日はちょっとテーマ通りですね、その一級合格に絞ってお話をさせていただきました。はい、ではあの皆さんとですね、まあ、いつになるかちょっとねわからないですけども、あのまあ、開講の日にまあぜひですね、生講義がねあの無事で実施できることを祈りまして、えー、お会いできるののあの楽しみにしております。では、えー、これで以上となります。えー、お疲れ様でした。